はい、こんにちは、シマンです。映画好きならこの映画見てないなんて嘘だろ的なノリでサムネイルに合った形で今回はやっていこうと思います。現在 Amazon プライムで吹き替え版でもサブスク配信しているこちらのトゥモローウォーをご紹介したいと思います。サムネイルにしているクリス・プラットが主演のホラー系の SF アクションとなります。先に言っておきますが、ものすごい数のエイリアンが登場しますが、 CG の描写などが秀逸でかなり見応え抜群な良作ですよ。視聴者レビューでも概ねかなり好評ですが、本作はパラマウントピクチャーズによって2020年に劇場公開予定ですから、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより断念され劇場公開されなかったことで、近年まで知らない人も多かった傑作映画です。配給権を Amazon に売却されたことで、 Amazon プライムで2021年から全世界でデジタル配信され、じわじわと頭角を現していき、 TikTok などでバズり始め、私も TikTok で本作を知りました。このアドトラックでのド派手演出な映画広告も話題になってましたね。2051年の未来へのタイムトラベルのストーリーですが、家族愛や SF アクションが盛り込まれた良作となります。Amazon プライムのレビューでは星 3.5 評価ですが、私は星 4.5 はつけたい満足度の高い作品でしたね。ちなみにクリス・プラットは2019年に作家のキャサリン・シュワルツネガーと結婚してますが、キャサリンの父親はあのアーノルド・シュワルツネガーです。本作劇中のクリス・プラットが演じる主人公の父親役は、スパイダーマンシリーズの新聞社の編集長役で怪演を披露して知られる J.K. シモンズが演じ、本作でも脇を固める演技を披露しております。また本作の監督は星 4.5 評価のエゴバットマンムービーで長編映画の監督デビューを果たしたクリス・マッケイさんと、2023年に公開されたニコラス・ケイジ主演のレインフィールドでも視聴者レビューで星4の評価を得ている監督です。最後にクリス・プラット主演の代表作をいくつかご紹介します。ジュラシック・ワールド、ジュラシック・ワールド炎の王国、ジュラシック・ワールド新たなる支配者、すべて視聴者レビューで星4評価ですが、新たなる支配者以外は現在 U-NEXT と Amazon プライムのどちらでも吹き替え版でもサブスク配信してますが、無難に楽しめる良作なので、未見の方はぜひジュラシック・ワールドでのクリス・プラットの怪演もご覧になってみてください。また私は未見の作品ですが、星 4.5 評価のザ・スーパーマリオブラザーズムービーでは主演のマリオン声優、星 4.5 評価のエゴ R ムービーでは主演エネットの声優を担当しています。ザ・スーパーマリオブラザーズムービーは現在 Amazon プライムでは吹き替え版でもサブスク配信してますが、エゴ R ムービーは現在 U-NEXT と Amazon プライムのどちらでも吹き替え版でもサブスク配信してますので、これを機に視聴してみるのも良いかもですね。はい、ということでそろそろ終わろうかと思いますが、当映画紹介チャンネルではほぼネタバレなしでの解説を心がけてますので、どちらかとしますと監督や主要キャスト陣を把握しやすい内容にフォーカスしておりますが、いかがだったでしょうか。ネットで考察の記事などをいくつか見ていますと、重箱の隅をつつくような悪評価なコメントを見かけましたが、映画やアニメを現実と一致しないことに煽りを入れる意味が私にはよくわかりませんが、特に遠い未来の SF 系のストーリーに細かい設定に邪魔は不要な気がしますけどね。数十年のストーリーを2時間足らずで完結させて視聴者に感動を与えるわけですからね。まあ注目される映画にあえて酷評をすることで、それを見に来る人へのアフィリエイト狙いの人が多い気はしてますが、悪い評価に多くの人が反応してしまうものなので、それを加味して酷評の評価は参考にした方がいいでしょうね。特に本作は劇場公開されなかったことで、気になった人がネットで先に考察を見てしまうケースが比較的多い気がしたので、考察の酷評で見るのをやめてしまうのはかなりもったいないレベルの傑作品なので、あえてこのような私個人の意見も少し熱量を込めさせてもらいました。皆さんの意見もよかったらコメント欄でお聞かせください。ちなみにずっと背景にしてましたこの画像は、劇中でクリス・プラットがまだ小さな娘との会話の中でコミュニケーションをとっているシーンですので、鑑賞の際はおしゃめなプラットおじさんを見つけてみてください。はい、ということで結構頑張って動画制作をしてみましたので、よかったらチャンネル登録といいねボタンのクリックをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。